俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは日本の将来を担う子どもたちにとって一番大切なものとは何だと思いますか？明晰な頭脳、健康な体、思いやりの心、責任感、自由な想像力。なかなか一つ選べと言われても難しいですよね。周りの環境や人との触れ合いの中でたくさんのことを吸収していく子どもたちにとって、幼少期にいろいろな経験をすることはとても大切なことです。ところが国によっては子どもの将来が学歴にのみ評価される、極端な学歴至上主義が社会問題となっている国があり、そのような国では起きている時間のほとんどを勉強に費やしている子どもたちがたくさんいるようです。今回紹介するエピソードは、香港に住む一人の中国人女性が主人公です。日本を旅行で訪れた女性は、日本の子どもたちののびのびと遊ぶ姿や礼儀やマナー、思いやりを持って生きる姿を目の当たりにして、中国の教育のあり方に疑問を抱くようになります。中国に蔓延する極端な学歴至上主義の現実によって、今中国の子どもたちに何が起こっているのか、驚きのエピソードをゆっくりとお楽しみください。私の名前はワンコーラン。香港に住む主婦で夫と息子が一人いる。今年25歳になる息子は1年前に結婚したばかりで、もうすぐ待望の子供が生まれる予定。私と夫にとっては初孫になるから、今からとても楽しみね。私の息子と息子の妻は今から0歳児教育用の教材を買い集めていて、すでに教育熱心なところを見せており、その光景は微笑ましくもある反面、ちょっと複雑な心境でもあるの。中国は言わずと知れた学歴至上主義社会の国。いかにいい大学を出るかによって子どもの将来が決まると言われているから、親たちも必死だ。そういう私も息子に対してはかなり厳しく教育を施してきた方だわ。息子の将来のために幼少期から塾や家庭教師、習い事にたくさんのお金をつぎ込んできたの。その成果があって、目標だった大学にも入れて、今では一流企業で働けているということは事実だし、そのことが親として当然の役目だと思っていた。あの時の私にとってそれが当たり前のことだったし、疑いもしていなかったわね。でもある出来事をきっかけに、もしかすると私の考えは間違っていたんじゃないかって思うようになったの。それは今から3年前、友人と2人で日本を訪れた時の出来事がきっかけなの。私の友人は日本を何度か訪れたことがあったから、彼女のおかげで日本各地の観光地や名所を巡り、美味しいものを食べて本当に楽しい時間を過ごすことができたの。とても思い出深い旅行だったんだけど、そんな中でも私が一番印象に残ったのが日本の子供たちの姿だった。町の広場や公園で見かける日本の子供たちは皆のびのびと遊んでおり、よちよち歩きの小さな赤ん坊が両親と楽しそうに遊んでいる姿も見られた。もしかしたらどこにでもある日常のありふれた光景だと思う人もいるかもしれないわね。でも中国ではちょっと事情が違うの。中国では多くの子供たちが塾や習い事に忙しく、起きている時間の大半を勉強に捧げている。そして勉強以外にしていることといえば、オンラインゲームやテレビゲーム。中国で日本のように子供たちが外で元気に遊ぶ様子はほとんど見られないの。今思い返せば、私も子供と遊んであげたり一緒にお出かけに行ったなんていう記憶はほとんどないし、そのことに対して何の疑問も抱くことはなかった。息子は学校が終われば塾や習い事に忙しく、家にいる時には家族団らんもそこそこに、学校から出される膨大な量の宿題をこなす毎日。私も息子の宿題を見たり、仕事で忙しい夫に代わり家事の合間を縫って息子の学校や
塾、習い事の送り迎えに忙しく、ろくに息子と会話もない毎日だったわね。私は笑顔で遊ぶ日本の子供たちを見て、息子にとても悪いことをしてしまったような、胸の締め付けられるような思いに駆られたわ。さらに私を驚かせた光景は、中国では決して見ることのない日本の子供たちの姿だった。それは東京のある駅でのこと。学校の制服を着た小学生の男の子が一人駅の改札口へと入っていく姿が目に留まったの。まさかあの男の子一人で電車に乗るんじゃないでしょうね。私が男の子を目で追っていると、そのまさかだった。男の子は一人電車を待つ列に他の大勢の大人たちと同じように静かに並び、到着した電車に一人で乗り込んだの。信じられない光景に自分の目を疑ったわ。中国では親が学校へ送り迎えすることが一般的で、子供が一人で電車に乗って学校へ行くなんてことは絶対にありえない。一体この国は子供たちに対してどんな教育をしているのかしら。そんな疑問が頭に浮かんだわ。その子だけ特別な環境で育ったのかもしれないとも思ったけど、その後も小学生くらいの子供たちが一人で電車に乗っている様子を何度も目にした。みんな子供だからといってはしゃいだりすることもなく、本を読んだりしながらおとなしくしている。そして子供たちの中には自分の座っている席をお年寄りに譲ろうとして立ち上がる子の姿も。日本の子供たちは小さい頃からすでに日本社会の一員であるという自覚と責任をしっかりと持っているかのような振る舞いだったわ。日本で見た子供たちの姿に衝撃を受けた私は、日本の教育についてとても興味を持ち、調べてみることにしたの。日本と中国の教育ではどのような違いがあるのかがとても気になったからね。日本の教育の特徴として挙げられるのが、幼い頃から自立心を育むための教育がなされているということ。例えば、日本の学校では教室やトイレ、廊下を生徒たちが掃除をする時間が設けられている。自分たちが使う学校を自分たち自身の手できれいにするということが学校教育の一環として行われているの。さらに日本の学校では放送委員、飼育委員、給食委員など子どもたちで組織する委員会活動に参加して学校の運営にも携わっていたりもする。そして学校給食では子どもたち自らが配膳を行い、毎日の学校生活の中で自分たちに与えられた責任を全うして協力して物事を進めていくことを学んでいるの。一つの集団の中で責任や役割をこなしていくには、他人のことを考えたり集団の中で自分がどうするべきなのかを考える力が必要になる。それは人間が社会の中で自立して生きていく上でとても大切な力よね。一方、中国は徹底的に学業の向上を図ろうという教育が施される反面、日本のように自立した一人の人間として社会の責任を果たしていくことを学ぶための教育はないに等しい。中国に小皇帝という言葉があるように、学業が優れていれば子供を甘やかせて育てても構わないという風潮があり、成人を迎えても親離れできない、親を頼って生活している若者がたくさんいる。恥ずかしながら私の息子も大学を卒業するまで食事や洗濯、部屋の片付けに至るまで私がしてきたのだ。中国の若者にとってそれは当たり前のことであり、親も子供が学業に専念するために当然のことだと思っている。だから中国の若者たちはとても自分勝手でわがままなところがあるし、他人の気に入らない行為に対してすぐに不満を口にする傾向があるわね。幼少期からの教育はたとえ些細なことであっても毎日積み上げられていくことで、成人になった時にとても大きな差となって現れてくるものだと思う。日本の子供たちの姿を目の当たりにして、中国の未来に危機感を覚えずにはいられなかったわね。学歴偏重の社会の中で、
厳しい競争を勝ち抜いて社会の勝ち組となれるのは一部の限られた若者だけ。そしてそんな厳しい競争の中で、ふるいに落とされていく若者や、教育格差によって学びの機会を得られなかった若者たちは、人間的な欠陥を抱えたまま社会へと放り出されて路頭に迷うこととなってしまう。それが中国の未来にとってどれだけ悲惨なことか想像できるかしら。そんな状態が続けば、中国社会が衰退していくことは避けられないと思うのは私だけではないはずだわ。いや、人口減少が続く中国において、すでにそのことは目に見える形で現れてきているのかもしれない。中国政府はどうして日本が戦後から現在までの長い年月の間、世界有数の経済大国に君臨し続けているのかを真剣に考えるべきだと思うの。私はその背景に幼少期からの教育の在り方に違いがあると確信している。多感な幼少期には学業だけでなく、子供同士や大人との触れ合いの中で社会性を身につけ、思いやりの気持ちや礼儀作法やマナーを学んでいく。今の中国のような極端な学歴偏重の教育を改めて、日本のように自立心や責任感を育む教育こそが大切なんじゃないかって思うの。競争社会の中で勝ち残っていけるのはわずかな人間だけ。でも豊かな国づくりに本当に欠かすことができないのは、競争の中でふるい落とされていった大多数の若者たち。彼らを路頭に迷わせてしまうような教育の在り方は絶対に見直さなければいけないと思う。今の中国の教育では、子どもたちが本当に学ぶべき、人が生きていく上で本当に大切なものを身につけることは不可能だわ。私は一人でも多く中国人がそのことに気づき、中国の教育の在り方が子どもたちにとって少しでもいい方向へと変わっていくことを願っているわ。日本人は誠実で礼儀正しいって印象があるけど、それは小さい頃からの日本の教育の成果なんだね。子供たちが幼い頃に礼儀作法やマナーを身につけることが、豊かな社会作っていくために大切だと分かったわ。この話を聞いて、どうして日本が世界で最も治安の良い国の一つであるのかが分かったよ。子供のうちから一人の人間として社会で責任ある行動をとることを家庭や学校で教わっているからだね。国の教育水準の高さは試験の点数で表せるものではないよ。小さいうちから礼儀作法やマナーを身につくよう教育していることも、日本の教育水準の高さを表しているね。中国人の子供たちはいい大学を出てエリートになるために、日本人では一人の人間として自立した責任ある大人になるために勉強していると言えそうだ。国の豊かさを支えるのがその国の国民であるとすれば、日本は中国よりも豊かな国だと言えるだろうね。日本の社会では秩序をしっかりと守って責任ある行動をとることが重要だわ。だから学力だけでなく、礼儀やマナー、思いやり、責任感といった他者と協力しながら生きていくための力が求められることは確かなようね。近年、中国は行き過ぎた学歴至上主義と過熱する幼児期からの過剰な教育にストップをかけるべく、教育改革に乗り出してきました。その一つに、教育産業に対する規制があります。塾や家庭教師などの教育産業の過剰な発展は、子どもの発達に悪影響を及ぼしているとして、乳幼児向けの営利目的による塾や習い事、家庭教師に対して規制をかけ、非営利による教育活動しか認めなくしたのです。中国社会において、これほど極端なまでの学力至上主義が蔓延している背景には、国全体の教育水準の低さがあると言われています。中国国内には
いくつもの大学が存在しますが、その中でも充実した教育環境を提供しているのは都市部のごくわずかの大学のみ。他の大学との教育レベルの差は歴然で、そのことが子どもに対する行き過ぎた教育に拍車をかけているのです。しかしその代償として、中国の子どもたちが一番多感な幼少期の時間のほとんどを学業のみに使っているのだとすれば、これほど不幸なことはありません。皆さんにとって未来を担う子どもたちの理想の教育とはどんなものでしょうか。ぜひ皆さんの意見をお聞かせください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。